じゃあね、はい、来週の生ゲッチャーなんだけど、新しいコーナーをちょっとね、作ろうと思うんだけど、なんかいいアイディアある人、面白企画、バカ企画っぽいのがいいね。やっぱり俺たちファミコン世代じゃん。ファミコンやったね。やったよね。一番やったのはやっぱファミコンだよね。俺なんかね、タクシーの挑戦状とかね、すごい覚えたね。あやったね。解けねえんだよね。なかなか解けねえ。意味わかんねえ。そう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 。え、タケちゃん、知らないの？分かんない。マジ言ってんの？すいません。実はさ、あるんです。マジで？こんなこともあろうかと思って、いつもね、ポケットに忍ばしてたタケシだよ。不協和活動ですね。これね、テレビのコマーシャルが結構面白くて、実はね、多分ね、標準の足元にファミコンあるはずなんだよ。あった。なんでだろう。全然知らないですよ。これね、最初左とか右に移動してスタートとかホールするとか。おー、ちなみに後期にもあれだからね、復活の呪文形式だからね。え、これでスタートのところで、スタート押しちゃえばいいですか。スタート押すんじゃなくて、スタートの方に進むの。あ、そうなんだ。全然わかんない。もう始まったんだよ。始まってるから、今社長室だから。愛人、生ってだからね。最近君の成績はどうも良くないな。良くないな。ボーナスが少ないのもそのせいだぞ。何だとぞないで、ちょっと話しそう。今後はもっと頑張ってくれ。社長ね、殴れるんじゃない。そうは。よいしょ。首だけガンといきます。この野郎、ボーナス出しやがれ、この野郎。もう、地形めり込んでますね。いや、そんなね。ニコニコローン。お前サラ金だったのね。ここで初めて判明するから。カモメ座。これは、これ、ね、殴っちゃってもいいですか。うん、オッケー。その入り口のとこで上のボタンを押すと、はい、入ります。昔こうなんだよね。そうでしたね。北斗の剣とかもそうやって上に入ってくるんだよね。建物の中で。あ、なんか入り方とかは覚えてるか。バーバー、ゴールド。それでこれは結局何をすればいいんですか。これね、あの椅子、空いてる椅子ありますよね。はいはい、そこで上ボタンを押すと。おお。水割り、オンザロック、バーボン、テキーラ、ウォッカ。テキーラ。ちょっと飲むとお金減りますんで。ああ、本当だー。8000円だからね。ほったくない。高いなー。いいよ。ありがとうございました。フェザー。おお。攻撃されてる。伝説の語り継がれるゲーム。そうそう。ちょっとね、これじゃファミコンの良さを教授に伝えられてないと思う。そうだね。面白さは伝わってる。もう一本ちょっと都市コレクションの中から。はい。行きましょう。うん、じゃあですね。教授がじゃあ実はこの中にファミコンのソフトがあるんですよ。今この中に入ってますんで。はい。この中からガサガサっと見ないようにして。じゃーん、掴んでしまいましたね。空手か。じゃあやってみてください。せっかくですから。はい。これは普通にスタートボタン。うん、そうですね。このね、この画面がまたいいよね。今多分、あ、動いた。ここでまたお辞儀を。お辞儀をしましょう。お辞儀を。え、スタートボタンじゃなくて、なんだっけ。Bボタン。Bボタンか。上を一回上を押して、Bボタン。あ、いいね。お辞儀。はい。もう一回してみましょうか。あいつこれ。これでね、おしまい。死んじゃった。お辞儀死に。このね、この死にやすさがね、空手家の国の一つであるんですね。ちょっと後ろ下がってみてもらう。構えて、構えて。下。構えて、ズリズリーって後ろ下がってもらうと、落ちるよ。これはものすごく流行った、あれ。あ、お笑いとしてですね。これね、上のバーがね、その自分のヒットポイントみたいなやつなんでね。あ、微妙に確かになんか動いてる。そうそうそう、蹴りが当たると減っていくよね。動きがいいゲーム。あー、ファミコンのワニは随分なんかアニメーションもなんかヌメヌメしてるでしょ。ものすごくなんかまったりって感じ。倒れ方もいいよね。うにゃうにゃで上を立って走る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 。これね、またトラップがいろいろあるんだけど、それがね微妙なんだよね。
あ、柵とか柵ンって落ちてきてた。あ、そうだ、上から落ちてくる。そう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 。おじぎ。危ない危ない危ない。あ、死ぬ死ぬ。危ない危ない。あ。全然ダメですね。ちょっとね、今回はこういうのを紹介したわけなんですけども、はい、次回はもうちょっと。そうですね、まだまだガッサリありますんで、ね、これから何週かにわたって。ゲットテレビの方で、そうだね、古き良きファミコンを紹介していけたらなと。教授が面白い、教授がファミコンマニアになるぐらいのね。私ファミコンやりたい、うん、久しぶりにやってみようかしら。今時のゲームはダメよ。そうそうそう、いろいろあるね、これ。こういうのどうなの、フォーメーション Z、 こういうのね、フォーメーション Z とかね。これはですね、あのユミネコがものすごい思い出のあるゲーム、うん、ぜひこれをやった時はね、ゲチャパイ総動員でね、教授にファミコンの面白さを伝えていきたいと思います。はい、伝えられたいと思います。じゃあ、次のゲームどうぞ。